どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月29日木曜日のマリーンズとのエキシビジョンマッチ終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、マリーンズ相手に6対4の逆転勝利ということで、まあ、エキシビジョンマッチの最初の3連戦、マリーンズ戦勝ち越しを決めました。で、今回の動画では今日の投打のポイントのまとめということで、まあ、先発の二保投手が6回3失点、しっかりクオリティスタートで試合をまとめて、攻撃陣に関しては佐藤選手、早くもエキシビジョンマッチで3本目のホームラン、そしてこの非公式試合にかけていく若手選手のね、まあ、活躍も目立ったんじゃないかなということで、まあ、この点について深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まあ、今日の試合は6対4の逆転勝利ということで、まあ、本当にこう若手選手の活躍もあり、まあ、本当ね目立っていく選手っていうのもたくさん出てきてるので、まあ、非常にいい流れで、まあ、勝ち癖をつけながらね、マリーンズ戦勝ち越しを決めました。でまず投手陣見ていきたいんですけれども、まずは先発の二保投手ですね。まあ、二保投手が今日は6回を投げて球数が82球、被安打わずか3本で奪った三振が2つ、与えたフォアボールが1つで3失点ということで、まあ、しっかり試合をまとめました。まあ、6回3失点ですからね、まあ、これは先発の役目を1つ果たした形になるんじゃないかなと思うんですが、ただやっぱり二保投手の課題というのはやはり立ち上がりなんですよね。まあ、初先発となったヤクルト戦でもね、初回4失点ありましたし、で今日も初回に失点してるんですよね。ただやっぱりその後っていうのは、まあ、のらりくらりで気づけばゲームを作ってるっていうのが、まあ、二保投手の1つの特徴なんで、まあ、これはねホークス時代からこんな感じですよね。ただ逆に言うとこの課題をね、なんとか二保投手自身がクリアしてくれたらもっと安心して、まあ、先発で起用できるっていうことになると思いますんで、まあ、今日6回投げたっていうことはもしかしたら矢野監督も後半戦ね先発の1枚として考えてるのかもしれませんね。まあ、アルカンタラ投手をね中継ぎに回すっていうところをすでに明言してますし、で今日は登板の中で失点しましたが、まあ、小林投手が帰ってきておそらく1軍には入ってくるだろうと。で他の中継ぎ陣でいうと馬場投手、そして斉藤投手もいるんで、まあ、それを考えると及川投手、藤浪投手と先発の椅子を争うという立場にあるんじゃないかなと思います。で及川投手は岩佐田投手のね復活が条件付きっていうのもありますし、なので勝ったピッチャーが、まあ、先発の最後の一枠を勝ち取るという形になると思います。でその投手以外は中継ぎに回るっていう感じかなというところなんで、まあ、それに向けて初回失点というのはあったものの6回3失点でね非常にいいアピールになったと思います。やっぱりこの二保投手はマルチなね起用法というのが売りのピッチャーだと思いますんで、先発もできる、ロングリリーフもできる、まあ、中に入ることもできるっていうね、まあ、そういったところが武器だと思いますから、まあ、次の登板にも期待したいなと思います。で今日の継投の中でやっぱり気になったのは最後を締めたエドワーズ投手ですね。でエドワーズ投手に関してはこれで非公式試合2試合連続で、まあ、試合を締めくくる、まあ、9回の役割っていうところになったんですが、まあ、1軍では6試合登板してねまずまずの結果なんですが、2軍では先発もしてるんですよね。で中継ぎはいつでもできるよっていうところをこの非公式試合でも2軍でもしっかりしてると、まあ、先発でもねいい投球というのがありますから、で本来はね迷わず1軍のブルペンに入れたいレベルのピッチャーなんですが、どうしても枠の関係上厳しいんですよね。野手ピッチャーもそれぞれある程度枚数が決まってますからね。でアルカンタラ投手がおそらくまずはねブルペンに入るっていうのが後半戦の頭だと思いますんで、ただそれでも厳しいとなればエドワーズ投手行こうかという風なポジションなんじゃないかなと思います。でエドワーズ投手が現在ねこの9回のポジションにいるっていうのは、もしかしたらスワレス投手に何かあれば頼むぞっていう、まあ、メッセージなのかなと個人的には思ってるんですね。まあ、タイガースの守護神は、まあ、できるだけ外国人ピッチャーがいいと、まあ、藤川球児さんも言ってましたからね。まあ、それはプレッシャーがすごすぎるとか、まあ、いろんなねこう意味合いがあると思うんですが、ですのでスワレス投手に何かあった時っていうのも考えながらこのエドワーズ投手に9回任せてるところもあるんじゃないかなということで、まあ、これまでねずっといいピッチングしてますから、このままアピール続けてほしいなと思います。で続いて打線ですけれども、今日は9安打6得点ということで、まあ、しっかり打線がつながりましたね。若手選手のアピールというのもあっていい攻撃の部分というのはたくさんありました。ただ今日の試合随所に走塁ミスっていうのがあったんですよね。まあ、小野寺選手が、まあ、ゲッツー取られちゃいけないようなところで2塁でタッチアウトになってしまったり、まあ、近本選手が3塁ランナーでちょっとね飛び出してしまったり、まあ、もしかしたらこう当たり号のサインが出てたのかなっていうところもあるんですが、ただこの辺が公式戦で出ないようにはしないといけないかなというふうに、まあ、今日の試合見ていて感じました。で今日のスタメンですけれども、1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番サードで佐藤選手、4番ファーストで大山選手、5番ライト小野寺選手、6番 DH で山本選手、7番セカンド北条選手、8番レフト島田選手、9番キャッチャー坂本選手というオーダーで、まあ、久々に 1,2 番ね近本選手、中野選手組んできましたね。まあ、糸原選手がちょっと休憩というところもあると思いますが、まあ、この 1,2 番でエンドランを決めるシーンというのもありました。やっぱりこの中野選手が2番に上がっていくということであれば、まあ、糸原選手とはまた違った攻撃っていうのができるんですよね。まあ、どちらも足を絡めることができるので、ただ今の現状今日ね中野選手進塁打打ちたいところで内野フライポンとね上げてしまうところっていうのもありましたから、まあ、2番定着というところを狙うのであれば、この辺の技術向上というのも大事になってくるかなと思います。で若手選手で言うと小野寺選手がねこの非公式試合3試合連続スタメンで今日はマルチ安打ですから、まあ、しっかり起用に応えてる、まあ、ここですよね。まあ、ガンガン振っていく中で結果を出すっていうのが2軍での小野寺選手なので、まあ、非常にいい流れでね試合に入れてるんじゃないかなと思います。で今日の得点シーンですけれども、まず
ずは佐藤選手の内野ゴロで1点でしたね。で、僕はこの打点後半戦に向けてすごくね、価値があるんじゃないかなと個人的には思ってます。というのも、これまでの佐藤選手っていうのは、例えばワンアウトランナー3塁とか、まあ、2、3塁とか満塁で、内野ゴロとか犠牲フライが打てればなっていうところで、どうしても三振してたんですよね。まあ、この仕事っていうのは最低限と言われるところなんですが、ただこれができるとね、まあ、佐藤選手自身の打点というのも伸びますし、まあ、チームにとっても大きなプラス、ランナーいない時はもう全然三振で OK だと思うんですよね。ただシーズンでも何回もここはなんとかっていうところがあったんで、まあ、それをね、この期間で修正できてるっていうのは、この辺も素晴らしいなというふうに感じました。まあ、後半戦ね、佐藤選手がこういったところで打点上げてくれれば、まあ、チームとしても助かる部分ありますから、非常に価値がある1打点だと思います。で、2点目は島田選手の犠牲フライですね。で、やっぱり島田選手いいですね。まあ、なんとかね、この島田選手はいいよということを動画でお話ししてるんですが、まあ、今日は2打数1アンダーでアウトになったレフトフライっていうのも非常にいい感じでしたし、バットをもう極限まで短く持って、もうなんとかするんだっていうところが出てますよね。で、島田選手もコメントを出していますが、1軍のピッチャーを相手にどれだけやれるのか、自分の中で楽しみ、意地でも結果を残してやるという気持ちを持って、今までやってきたことを発揮できればなと思いますということで、もうなんとかするんだ、アピールするんだっていうのが本当に伝わりますよね。まあ、まさに死に物狂いという感じで、まあ、何回かお話ししてますけれども、この島田選手が1軍定着することができれば、ダイソー守備固めだけじゃなくて、左の代打、なんならスタメンでもね、起用してみようかというぐらい2軍でも結果を出してますんで、まあ、小野寺選手がね、ここ3試合連続で使われて、結果を出してるっていうところで、燃えるところっていうのも島田選手あると思います。まあ、この2人っていうのは、タイガースの2軍の選手だけじゃなくて、2軍全体を見てもね、もうトップクラスの打撃成績を残してる2人なので、まあ、非常に見ててね、この非公式試合、ああ、いいなとね、アピール合戦素晴らしいなというふうに感じます。で、3点目は、その島田選手のヒットからの流れで、坂本選手のタイムリーツーベースですね。まあ、この坂本選手も梅野選手がいない間にね、なんとかバッティングでも守備でもアピールしていきたいところだと思います。まあ、もともとキャッチングとか守備の部分というのは定評あるんですが、実際バッティングもね、ある程度パンチ力ある選手ですから、まあ、これもいいアピールでしたし、まあ、非常にね、いい流れだったと思います。で、その後、近本選手の勝ち越しタイムリーですね。まあ、後半戦も下位打線でチャンスを作って、1番の近本選手が返す流れっていうのを鉄板にしていきたいですね。まあ、近本選手にとっては、この期間試合があるっていうのはすごくありがたいと思います。まあ、どうしてもね、長い休みが苦手だというふうに近本選手も言ってたんで、まあ、今日はね、糸原選手が休んでも、まあ、この近本選手がそれなりに打席数積み重ねてるっていうところは、まあ、そういうところもあるんじゃないかなと思います。もう試合をガンガン積み重ねながら調整するっていうね。で、もしかしたら明日あたりはね、まあ、島田選手がセンタースタメンっていうのもあるかもしれませんが、相変わらず頼りになる存在ですね。そして出ました、その後の得点は佐藤選手のホームランですね。で、非公式試合で早くも3本目のホームランになりました。で、佐藤選手もコメントを出していますが、打った感触は良かったですし、エキシビジョンマッチ期間の中でいろいろ試す中でそれがホームランという結果になって良かったですということで、まあ、今日は佐々木千早投手ですからね、防御率もシーズン1点台ですし、まあ、オールスターにも選ばれたレベルのピッチャーから打ったと。で、1打席目の内野ゴロもそうですけれども、こうやって試行錯誤しながら結果を出すっていうのが本当にすごいところですよね。で、このホームラン3本の内訳を考えると、レフトポール際、左中間、右中間、見事に打ち分けてるんですよね。矢野監督も言ってましたが、一発で仕留めるところっていうのが素晴らしいところだと。まあ、前半戦の最後の方っていうのは、やっぱりこう甘いボールでもミスショットっていうのが目立ってたんですね。まあ、佐藤選手がホームラン量産していた時っていうのは、まあ、厳しいところはね、どうしても他の選手でも打てませんが、甘いところをバチッと捉えてホームラン数伸ばしていたんで、まあ、この感覚っていうのをキープしてね、後半戦いい入り方をしてほしいなと思います。はい、ということで、まあ、タイガースは非公式試合最初の3連戦勝ち越しというところなんですけれども、まあ、若手選手もそうですし、まあ、スタメンの選手もいろいろ試しながらアピールしてますね。で、話をオリンピックに持っていきますと、日本代表は31日にメキシコ戦があるわけですね。で、その視察ということで、タイガース勢、梅野選手、岩崎投手、青柳投手が、まあ、稲葉監督と一緒に視察に行ったということで、まあ、このね、流れっていうのを考えていくと、もしかしたら第2戦、まあ、メキシコ戦に関しては梅野選手キャッチャーというのもあるかなと思いますね。まあ、おそらく先発が森下投手と言われているので、まあ、同じセリーグの選手ですから、それを考えていくと梅野選手可能性あるんじゃないかなと思います。まあ、稲葉監督もどうしてもね、こう采配をちょっと見直さなければいけないと、まあ、いうふうに反省の弁も出してましたから、まあ、やっぱりオリンピックっていう舞台で非常に采配も難しい、選手起用も難しいと思います。柳田選手の打順をちょっと動かすとか、まあ、そういったことも言ってるわけなんですけれども、まあ、タイガース勢青柳投手の出番というのはありましたが、まあ、あとは梅野選手、岩崎投手、この二人がどのタイミングで出てくるのか、まあ、もしかしたら梅野選手この視察一緒に行ってるっていうことはスタメン起用もあるんじゃないかなということでね。まあ、第一戦ちょっと苦いデビューになった青柳投手もしっかりとね、挽回のチャンスはあると思いますんで、まあ、こういったところにも注目していきながら引き続き非公式試合とオリンピック注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者11,900人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者12,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラフォーありがとうございました。タイガースは非公式試合これで2勝1敗勝ち越しスタートになりました。まだまだ若手選手
選手の活躍楽しみです。残り9試合のアピール合戦も注目して見ていきましょう。ではまた。